わかった。今すぐそういう部屋にしてやる。なあ、小平。本当にこれで大丈夫なのか？どうした、北原伊織。伊織くん？どうかしましたか、七香さん。俺は、お前が男でも構わない。そうか。七香さん、今のはですね。ごめんね、伊織くん。だが、ゆうすけ。七香から聞いた通り、可愛い後輩たちじゃない、伊織くん。聞かせてもらったから、いろいろ。お友達に電話してこないと。AV や男同士のとかは誤解で。大丈夫、大丈夫。実は私も、どっちもいける口なんだ。いやー、同じ趣味の子がいるっていうのはいいよね。どうでもいい話をしている場合じゃないだろう。いや、結構大事なんだが。好きといえばさ、はい、よりはどんな男がタイプなの。そういえば、ちなみに私は男ならトッキー、女ならナナカがいいな。誤解を解け。俺はバイじゃないと言うならここしかない。いくら私でも他の人には絶対こんなこと話せないもの。助けて神様。それでイオリの好みは。なぜアズサさんは急に俺と店番を変わると言い出したんだ。いいからイオリと二人で遊んできなよ。お前には悪いことをしたと思ってる。貴様、俺を何に巻き込みやがった。モデルになってほしいんです、せっかくなので。はぁ、せっかくイケメンが揃ってるんだからってことだね。イエス。本心を意識していないし。オッケー。五十嵐君と七島君、睦美先輩と篠宮君、それぞれペアで。いいですね。そのまま顔を近づけて、少し傾ける。唇は薄く開く。いいですよ。そのまま肩に顎を乗せてみましょうか。こう、いい匂いだよね、これ。やめろ。もう十分果たしたと思うけど。約束したでしょ。今から先生が問題出していきますんで、答えられなかった悪い子には先生がチューしちゃうぞ。じゃあ次、セリヌマさん。はい。鎌倉幕府の御家人畠山重忠との秘恋で有名な遊女は。急に難易度が早かった。あいつ、セリヌマを狙って。先生、それ俺答えていいっすか。いいよ、オッケー。じゃあ行ってみよっか。わかりません。自らを差し出して彼女を守るとはやるね、五十嵐君。五十嵐、お前予定してセリヌマをなんてね。できるわけないでしょ、そんなこと。それに涙目になってる七島君にも悪いし。大丈夫だよ、取ったりしないから。そういえばあの二人、お揃いのチャームつけてなかった。あ、いや、違う。あ、どうだったの。お前がくれたチャームだろ。疑惑を捏造されました。やめてあげて、やめてあげて。携帯を見せてほしい。なんで。見せて。音は何だよ、オメガ。私も見て。渡す、渡すから。そう、ほら。私より吉井の方がメールが多い。つまり、ユージの浮気相手は吉井。なわけあるか！ユージの家に泊めてもらえないかな。今夜はちょっと帰りたくないな。これでよしと。おい、待て、翔子は？クールビズ？下半身だけのクールビズがあるか！てめえが変なメールよこしたせいだ！別？ユージの家に泊めてもらえないかな。そういうことはもっと大人になってからです。ケツだよ、ヨシイ君。おい、今日も作ったぞ。どうしたんだよ、元気ないぞ。いや、最近の女の子って熱いなと思って。誤解を解かなくちゃ、不女子だなんて言いがかりつけられたら、もうこの村で生きていけない。間違えて秘蔵のあの本を貸してはいないだろうか。私が中学1年の頃。それ、あの日のことを忘れないためにと秘蔵の本なんだ。とにかく私はおとなしい文学少女のポジションを守り抜く。先生。
助かった。まさか足を滑らすと。あれ、私こんなところで何をしてるんだろう。健康やらなきゃ。健康。うわー、青春のバカ野郎。お前たち、やっぱ特殊な関係なのか。違う。うわご安心ください。我々スバル様を温かい眼差しで見守る会が撃退いたしました。それで教えていただきたいことが、どちらが攻めでどちらが受けなのかだけ。負の女子か、クレオ。兄さんが男の人と付き合ってるって噂を聞いてさ、心配。まさかまさか先輩が女装趣味のある変態さんだったなんて。は？兄さんが女装した先輩にぬいぐるみプレゼントしたり。極めつけは男の人同士でキスしようとしてたでしょ。クレオ、この泥棒猫、私の兄さんを返せ。クレオ、こんな、こんなの反則よ。ここかな。やなってば。ほんと今日は俺体調良くなくて。無理しちゃダメだよ。ご飯作ってあげようと思って。いや、俺もマジで私今日はずっと暇で。マジで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 。はーい、やなさん。何？ボンリー。マイボーイフレンド。ちょっと何。こいつは俺のボーイフレンドです。はっ、私たちの間には誰も入り込めないのね。そう。気持ち悪い。あんたたちまともじゃないわ。助かった。怖かったよ。お邪魔します。あ、とはまた来た。いや、あとでゲーム進めてやんよ。やりー。よ、来たぜ。あ、とは話がある。三橋さんのことだけど。今日本人と話した。はあ、彼女お前に絡まれてものすごく迷惑してるってさ。まあお前にとっちゃ挨拶代わりみたいなもんだろうけど、三橋のことはそっとしとけ。あれは本当に嫌がってる。え、まさか本気なのか。それならもっとまともな口説き方しろよ。ただでさえチャラチャラしてんだから。お前みたいに何も言わずにむっつりしてるよりマシじゃん。は？違うっつってんだろ、チャラ男。はぁ、あ、脳筋バカ、万年発情期、むっつりスケベ。うるさい。オーケー。お母さん、兄ちゃんがホモになった。カバクラさん。どっちの差し金だ。すみません。あいつなんかありました？なんとなくいつもと違う気がして。それでも朝は普通だったんですよね。なんか元気がないような。お前の気のせいじゃないのか？気のせいじゃないです。気になるなら直接聞いてこいよ。別になんもないよ。でも何かしてあげたいんでしょ。かもしれませんね。ノルの好きなこと、二藤君ならよく知ってるんじゃない？あ、把握。エーダン。何か？ちょっと！見やがら取れないでよ、谷原！仲良くなったんです、最近。仲良くなったってどういう意味でよ。そんなまさか、神道じゃあるまいし。おーい！神道君と。違うからね。よく泊まりに来るんだ。困ってんの。進藤出た。進藤くん、チカちゃんとは仲良くしてる？会ってねえな。宮村とはしょっちゅう二人で夜を明かしてるんだけどな。進藤、マックついてきて。何何？しょうがねえな。私別に女は怖くないのよ。でもいつ他の男に宮村が転がるかと思うと。どんな転がり方？もし私以外を選ぶのなら女にして。